はい、またまた大阪駅からスタートでございますね。春の展示会がございましてですね、とりあえずですね、行こうということでね、大阪駅にやってまいりました。出発でございます。今回はこちらのね、車両というかね、あの部屋はですね、ソロですね。しかもね、2階ということで、いつも1階のですね、平屋の部屋をですね、去年の春、それから秋とですね、展示会出張の時はそこを予約したんですけども、今回ちょっと気分変えましてですね、これは寝台の中で一番狭いタイプになるのかな、うん、でもね、結構悪くないですね。音も静かでございますしね、2階部分、しかもね、見晴らしがいいですね。もうすでにね、こう服かけたりなんかしてですね、ちょっともう、これ高槻駅ですね。高槻でございますね。コントロールパネルとかですね、照明類ですね。これはなんだ、この照明車。あ、そうか、これね、こういう具合に2階部分なんで、このようにですね、こう階段になってるんですね。階段部分の照明ありますね。なんかほのかについたり消えたりしますけどね。はい、これはなんだ、あ、これはね、こちらの、これどう言っていいのかな、そう、階段側の上の照明ですね。コントロールするようになってます、ここの部分ですね。一番上はあちらの、あ、これ全部消えない、ちょっと暗くなるぐらい、こうこれを消すと全部、あ、なるほどね、 2段階ね、なるほどね、うん、それぐらいになってるわけですね、うん、あんまり真っ暗にするとね、逆に寝れない人もいますからね。私真っ暗の方がいいんですけど、7時8分にね、東京駅到着でございましてね、ちょうどねうまい具合にですね、朝ね1番からね、展示会ね、スタートしていただけるところがありましてですね、うちでおなじみのですね、イエローズプラスさんですね、がですね、なんと8時からやっていただけるということでございましてね、それが明日の一つ目の会場でございますね。サンライズっていうのは非常にそういう朝早いですね、アポイントメントの時にですね、非常に役に立つ列車でございますね。さあ、始動が早いっていうのはね、もうこのサンライズはですね、まあ、夜行の便というのは何でもそうですけども、叩き起こされますからね、まあ、早くもう車両から出てくださいということでね、朝すぐなりますからね、そうするともう動かざるを得ないということになりましてね、なので非常に、もう始動が早いわけですね。ホテルの中でこうグダグダしてますとですね、やっぱ10時ぐらいまでなんとかですね、こうゆっくりしたいわけですよね、そういうのがあって、だんだん遅くなるっていうのもね、あるわけなんですけども、このサンライズのメリットはね、そういう目覚ましも、この、列車全体が目覚まし機能を持っているというね。気がついたらもう東京ですね。いやー、もうホームに入ってましたね、もうこれ。みんな早く降りてますね。私今先降りて。この列車の最寄り5両は籠原止まりとなります。
綺麗なんで